ウィリアム・ハロルド・ビル・テリーは、アメリカ合衆国ジョージア州アトランタ出身のプロ野球選手。左投げ左打ち。ニックネームは、メンフィス・ビル。1923年に、マイナーリーグのトレド球団から、フレティ・リンドストロムと共にニューヨーク・ジャイアンツに入団、メジャーデビューを果たす。1929年6月18日、テリーは、 ダブルヘッダー2試合で、KQ アンダする記録を作っている。以後現在まで、ナショナルリーグで1日 Q アンダの記録が作られたことは、ない。1930年、打率4割を超え、首位打者を獲得するとともに254、アンダを記録し、それまで、ジョージ・シスラーが持っていたシーズン最多アンダに、あと3本のところまで迫った。シーズン打率は、401をマークし、 2019年現在もなお、テリーは、ナショナルリーグにおける最後の4割打者である。1932年からは、前任のジョン・マグロウの後を受けて、選手兼任監督選手となり、1936年まで、現役を続ける。監督兼任の間に、リーグ優勝2回、ワールドシリーズを1回制覇しただけでなく、自身の打率も一度も3割起きることがなかった。 1941年にジャイアンツの監督を退く。1954年、記者投票によりアメリカ野球伝道入り選手に選出された。以後しばらくの間、野球伝道のベテランズ委員会に席を置くが、この間の伝道入り選手の選考について一部問題視する向きもある。その一方で、引退後は州正の地となるフロリダ州ジャクソンビルに移住し、 以後同地にて自動車販売業を営むほか、1958年にミルウォーキー・ブレーブス参加の A a 級マイナーチーム、ジャクソンビル・ブレーブスを買収、誘致し、その後チームが解散する1961年までオーナーを務めた。ペリーの背番号3、サンフランシスコ・ジャイアンツの A 級決番に1984年指定。1984年、フルス・ジャイアンツは、 テリーの背番号3を永久欠番に指定する。1989年1月9日、フロリダ州ジャクソンビルで90歳にて生去。順位は年度最終順位。ありがとうございます。